お、よし。おはようございます。釣り子 TV です。現在ハワイの朝6時。今回もね、一番楽しみにしていた釣り、ピーコックバス釣りに、行きますよ。新旧織り交ぜてね、4本ほどパックロッド持ってきてみました。これで、ピーコックバスを狙っていきたいと思います。今ね、6時で、ガイドさんとは7時に待ち合わせなので、ちょっとね、お買い物とかをして、レイクウィプソンに向かっていきたいと思います。コーリナのホテルから出発したらすぐ高速道路に乗っちゃうからね、コーリナのエリアにあるこの ABC マート、ここがご飯を買うのに便利ですよ。サンドイッチとかからスパムおにぎりとかまでね、いっぱいご飯があるから、ほかほかのスパムおにぎりを買っていきますよ。はい、じゃあね、レイクウィルソンに向けて出発していくんですけど、ほんとね、スマートフォン便利。これで検索して、今回はレンタカーで向かっていくプランなんですけども、アウトドアクエストではですね、レンタカーで直接現地に向かうパターンと、お迎えに来てもらうパターンあるんですけども、お値段なんかもね、ちょっと違うので、今回はね、レンタカーを借りているので、このね、Google の地図を頼りに、自分で運転してね、レイクウィルソンに向かっていきたいと思います。じゃあね、出発してきます。はい、じゃあ、お買い物も終了したんで、出発してきます。本当何日かいてね、買い物スポットが氷なエリアにいるとね、少ないから、まあここね、夜やってんのかなって心配だったんだけど、真っ暗なうちに来てみたけど、さすが ABC マート、しっかり開いていたからね、ほっかほかの出来たてのスパムおにぎりとお買い物をして、そんでレイクウィルソンにレッツゴーですね。ちょうどね、正面見えづらいだろうけど、ディズニーランドのホテルの真正面のところにこのコーヒーショップとかね、ABC マートとかがあるエリアがあるので、でもうね、このエリアから出るとすぐに高速道路の入り口っていうことになって、それでもう高速に乗ってね、レイクウィルソンにレッツゴーになっちゃうので、まあここら辺のホテルに泊まってレンタカーでレイクウィルソン自分で行くよっていう人はね、お買い物先に済ませておく、もしくはワヒアの町に行って、そこでね、お買い物スポットセブンイレブンとかいっぱいあったりするんだけど、結構ね、もう現地に着いちゃうとね、バタバタというか、すぐにね、釣り場に、まあ余裕持って動く人だったらね、ワヒアワに行ってなんか好きなもの買ってっていうのもありだと思うんですけども、やってる感じとしてはそうですね、ワイキキエリアから出発する場合はワイキキエリアでちゃんとお買い物して、そんで向かったりね、氷のエリアだったら今みたいなところでお買い物して、それで車をスタートさせるとね、いいと思いますよ。氷のエリアはね、この敷地内はね、結構入り口でディフェンスをしてくれていて、もう間もなくその氷のエリアの入り口が見えるんですけども、ここにねゲートがあって、でこのゲートの中にはね、そのまあなんていうか、ちょっと危ない人とかね、入らないようにね、守ってくれているので、比較的安全にね、過ごすことができております。最近ハワイもね、結構物騒な事件なんかがよく起こるということで、まあでもね、この氷のエリアはね、結構安全にね、プラプラと楽しむことができるエリアなんじゃないかな。じゃあこれね、まあ、とりあえずホノルル方面っていう方に向かいつつ、で道すがらでね、高速道路を乗って、まあワヒアワっていうより、まあノースショアの方に向かっていく道すがらっていうイメージなんでね、こんな感じで、向かっていきたいと思います。なんか大渋滞の一本道をひたすら向かってますが、実はね、今ハイウェイ乗っていたんですけども、早朝って結構ワイキキ方面に向かう大渋滞が高速道路を起こって、でね、今ね、 Google のマップによると、これね、下道なんだけど、ワヒアワに行くんだったらもう高速このまま渋滞に巻き込まれるより
こっちから行った方が早く着くよっていうことで、今ねハイウェイから降りて、なんだろうこれもうすごい景色だけど、あなんだ野原の一本道みたいなところをね、これ初めて走る道なんですけども、あーでもちょっと流れ出したかな、この道でもレイクウィルズを行けるよってことなんで、ちょっとトライしてみてます。あー今ね流れ出したのかなこれね。ただね車はねみんなこれ多分ノースショア方面に向かう車だと思うんだけども、結構いっぱい車がいます。で反対車線もこれから多分ワイキキ方面ホノルル方面に出勤するのかなっていう車がね、途切れずにね結構走っているんで、まあ、ところどころね、まあ、下道なんで信号渋滞なのもありつつ、本当はね7時に、ゲートが公園の湖の公園のゲートが開くんで到着したいんだけど、今ねもう6時54分予報通りに行けば、まあ、10分押しぐらいでね、着けるかなって、まあ、ここら辺はね、レンタカーでね今回ねちょっと出発買い物とかねしながらしたから少しね、まあ、こんぐらいで着くだろうと思ったら見込みが甘かったんで、ちょっと早め早めにね、動くといいと思います。少しね遅れ気味で、まあ、ただ7時にその公園のゲートが開いて、でそれからねガイドの人たちがそのスロープからボートを下ろして、で、まあ、都合大体いつも7時半とか8時ぐらいからね船はスタートするんで、まあまあどうにかね7時ちょい過ぎに現着っていうことなんで今ホッとしておりますが、夜もねだいぶ明けてきてほらほらほら渋滞したこんな感じでね、なかなかやっぱ車社会のハワイだから混むとねどうしようもなくね混んじゃうっていうのはありますね。まあここら辺がね今建設中の噂のモノレールとかがね、開通したりしたら、例えばこう車でしかみんなね出勤とか観光も動けなかったのが、だいぶもしかしたらね車の利用とか軽減につながるかもしれないので、ただね今のところはねもう全部どっか行くっていうと車で移動しようっていう、街なので、こんな感じでね、渋滞しながらレイクウィルソンに向かっております。はい、ちょっと遅れつつレイクウィルソンに到着です。さあちょっと遅刻気味だけど無事レイクウィルソンに到着です。お、ガイドのハワードさんがお迎えに来てくれている。じゃあね、早速ピーコックバスの釣りに行きたい。満水だね。こっちスロープ、こっちか。モーニング。遅くなっちゃって、氷名からハイウェイで来たらワイキキ渋滞。はい、じゃあ、この上で足拭いて、はい、今年もよろしくお願いします。っていうね。道に迷って空軍基地。ウィラーだ、ウィラー。ウィラーに入っちゃって。おお。パニックパニックと思って1週間前、最後ちょっと大雨、だからハイウォーターになって、ちょっと少しな、色は OK、 色OK、 先週はもまだちょっとチャイマディウォーターに、来たー。
じゃあタックルを準備していきますが、4本ね持ってきました。ベイト2本のスピニング2本ね、これで狙っていきますよ。朝ハワードさんに聞いたらメタルバイブ聞いてるよってことなんで、あとシャットプラグ、うん、飛んで小粒でっていうことだよね。スピニングは P の 0.85、鉄腕のちっちゃいタイプのスナップ、一応ねすごい引きだからピーコック、小粒で強力なスナップで、で結構分刻みで釣り方が変わったりするから、こういう小さくて強いスナップ、これは結構 P 直結で細かく結び直す。サイバーフィッシュ。おボイル、オッケー、レッツゴー。おはようございます、釣り子 TV です。サイバーフィッシング、書いてありますね、これサイバーフィッシング、何やらですねこう怪しげな釣りに便利なグッズっていうことで、実はですね、まあディーパーとかも取り扱っている、まあ、海外のね便利なものを日本に紹介するよっていうね、あのバリティックビジョンね、あのディーパーね今年もね精力的に全国の展示会でブース出してますけども、あれね実はねあの日本にあのディーパーを入れて、でその電池交換とかですねアフターケアとかをするバリティックビジョンっていうね会社さんなんですね。で釣り子さんディーパーの社員さんだったんですかみたいな感じでねコメントをいただくんですけども、いや違くて、その代理店さんがその釣りフェスティバルとかですね各地のフィッシングショーでブースを出すから、あチラシ配り手伝ってくれよっていうね風に、まあ何ですかね、 YouTube とかでそういった便利グッズを紹介している関係でで呼んでもらってるんですけども、そこのね、社長のアンドリュスね、リトアニア人なんですけどもが、釣りのねそういった展示会の会場で去年かな見つけてきて、で田中さんこれ便利そうだからちょっと試してみてよなんてね、動画してくれとかそういうことではなくて、なんかよくわかんないんだけど使ってみてくんないかって、日本とマッチングするかどうかねちょっとやってみてくんないかっていうことでね一つね、くれたんですよね。これサイバーフィッシングってことで、まあ、全部英語で書いてありますけど、外国のですね、まあ、釣り便利グッズっていうことで、でこのパッケージから見てね一つ気になるのがこれ、ここにマーク書いてあるでしょ、CES2019
をね、アワードね、受賞してるんですよね。この CES っていうのは、釣り具っていうよりも、大手家電といったですね、家電製品で、素晴らしいもの、まあ、テレビとかね、まあね、そういったものに贈られる、こう、結構権威ある賞なんですけども、それをね、受賞してるみたいなんですよね。うん、これはね、結構すごいことで、まあ、例えば、ちょいちょいね、紹介している、投げれる魚群探知機のディーパー、あれなんかは、釣り道具として初めて、この、CES、電化製品家電一のね、結構栄誉ある賞を釣り具として初めて受賞したよっていうことでね、世界的に販売されている、まあ、魚群探知機なんですけども、その賞を受賞している何やら、サイバーフィッシングっていうことなんで、釣りに関わるものだろうっていうことで、まあね、ちょっとね、早速どんな感じか開けていきたいと思います。えいっていうことで、ちょっとね、今、カッターナイフがなかったんで、使ってるね、片刃のね、和包丁、これをね、持ってきてみたんですけども、ちょっとね、いや、あ、開けてみましょう。はい、はい、はい。はい。説明書が入っていて、あー、サイバーフィッシングで、これ。なんか小型な何かが入ってますね。結構小さいものですよ。あ、で、中にはこの本体と、あ、充電用のコードですね。USB から充電してねってことでいいんだと思いますが、充電用のコードが入っていて、あとは、あ、なんだろう、これマジックテープとか、ゴム、あ、結構いっぱい入ってんな。はい、こうゴムがたくさんと、マジックテープね、こんなのが入っていて、で、肝心の本体はというと、お、なんだこれ、すごいね、小型ですね。え、どうすんだろう、つかない。ちょっと充電しないといけないのかな。はい、ちょっとね、今ね、軽く充電してみたいと思います。まずは、はい、ちょっとね、充電するセットを準備して、で、 USB につないで、こうでいいのかな。お、充電開始されましたが、ね、これでどうだろう。ウェルカム。これでね、事前にね、ちょっとね、聞いたのがですね、まあ、こうやって充電して、で、ここら辺のゴムを使って、釣り竿につけてですね、使う便利グッズ。こういうものみたいで、で、何なのかというと、これだけでは、何って使えなくて、これとですね、スマートフォン。これのアプリを連動させることによって、その自分がキャストした回数であるとか、あと GPS と連動してどこで投げたかで、スイッチを押して、その釣れたところを記録に残しておくことができるよ。で、それを遡って見返すことができる。これによって、まあ、例えば新しく行った釣り場でどこら辺で釣れたのかとかですね、あとはまあ従来行ってる釣り場でも、そのキャストをどんぐらいしてその1匹にたどり着いたかとか、それをデジタルでね、記録として残しておけるっていうね、こういったものみたいなんですよね。で、まあ、説明書きはですね、英語なんですけども、早速ね、そのね、アプリをですね、まずね、ダウンロードしてみようかな、なんていうふうに思いますよ。iPhone ですよね。で、これで、Apple Store 行って、で、サイバーフィッシングで検索すれば出てくるかな。ね、アプリでね、これ、サイバーフィッシングね。あった、これね、サイバーフィッシングで検索したら、出てきて、これでいいですね。で、入手。まずはアプリを入れて、開く。お、始まった。ローディング。
やー、まあ、最初ねディッパーにしてもね、こういうのにしてもね、こういうのがね苦手な人はねちょっと面倒って思っちゃいますよね。だから釣りフェスティバルとかで話していてもね、おじいちゃんたちですねがね、もうちょっとあれそれ大変だよなっていうね声で聞き、ここら辺がね簡単になると自分なんかもね結構ね億劫になっちゃうんで、まあでもちょっと最初はね大切だと思うんで、しっかりと情報入力していきます。今ね Facebook と連結させてですね、ログインしてみました。スマートロッドセンサーに名前を付けるロッドリールラインルアーフィッシングタイプを選択、全部ね今日本語でしっかりとですね、翻訳されたものがね出てきてますね。でどうすればいいんだこれ。あーちょっとね今ねまだねわからないから、もう少しね調べて取り掛かってみようと思うんですけども、まあ要はですねこの本体をですねこういったロッドにですねこうゴム紐でくっつけて、でこれによってこのアプリと連動させて、そんでその投げるごとにこのアプリ上でですねどこでどういう感じで釣りしたかっていうデータが残っていくっていうね、で釣れた時はそこをスポットしておいて、ここで何月何日に釣れたよ、でまあその時のいろいろな情報とかも買ってアプリの方で生成して、便利な日記帳代わりに記録が残るよっていうことで、まあ実際にはねこれ今投げてきてみてねこんな感じだったよみたいな感じでですね、ご紹介できればななんていうふうに思うんですけど、まずはね、アプリを入れて今サインインすることはできました。であとはこれを紐付けしてですね、そんでもって、釣りをしていくっていうことになると思いますが、でちょっと気になったのが、じゃあこれつけるのはいいんだけど重さとかどんぐらいなのかなっていうね、今ねこれつけてる感じはねもうね全然何にも気にならないぐらいの重さなんですよね。もうちょっとピコピコうるさいんで一回止めたいんですけど、バイバイって言ってきましたけど、じゃあねじゃあこれ竿につけるって言ったらね、今竿をね軽量化軽量化の波があるから、こんなね重いもの余分につけたらね嫌だよっていうね人のためにね、何グラムぐらいあるのか測っておきたいと思います。サイバーフィッシングは 9.3グラム。今ねこれにつけた感じは全然なんだか変化ないっていうか、あんまり自分の手で持ってる分にはね 9.3 グラムぐらいだと、うん、重いとももちろん感じなかったし、今のところねこのシンプルなデザインなんで邪魔だな嫌だなっていう感じも今のところはなかったです。じゃあね実際ねもう少しね使い方を研究しながらですね、釣り場の方でね実際に竿を振ってみたいと思います。ハルさん、こういう状況だったらシェードのエリアと太陽のエリアどっちがチャンス？まあどっちとも言えないかな。うん、はい、あ冷たい、はいクールだったら暖かい方が、あーそっか、うん、そっかそっか、じゃあ間取ってこの日向とシェードの間にこの木が絡んでる、ここベストじゃん。こういうのについてんじゃない、うん、チェンジするところ、シェードさんとチェンジするところ、
よし、いたぜ。うお、いい引き、いい引き、いい引き。さっきよりサイズアップ。よいしょ、うっふい、釣れた。はい、ピーコック2匹目、いつもの天候に一ゲイリー釣り部、ね、今回はね、あのレジットデザインのルアマガとコラボの竿をね、これにシマノのコンプレックス P0.85 のこんな組み合わせでね、で今回これサイバーフィッシングでね、釣れました。いや、これで釣れたわけで、じゃあ逃がします。じゃあこいつは逃がしてあげるね。はい、でレジットデザインの3ピースロッドに線香21で、今回ねこれをつけてみてるんで、これについてはねまた後でゆっくりと。はい、じゃあ引き続き投げていきます。はい、ね、いつもの線香21ね、これが釣れるんだ。絶対持ってこないとダメだ、ハワイ来るとき。これが、これをそんで、ね、ピーコックしっかり食ってくれるから、針先出さないようにセットして、で、岸際のややこしいとこに、こういうとこに入れて、ちょこちょこやってくると、パオンってね、食ってくれるんで。はい、というわけで帰ってきました、ハワイでのバス釣りっていうことで、またね、あのピーコックバスを狙ってね、レイクウィルソンっていうね湖で釣りをしてきたんですけども、これね、まずはあの釣れたるはね、ゲイリー山本の2インチ山線香っていうことで、これはね、ほんとあの現地のガイドのハワードさんなんかも、まあここぞってどうしても釣らなきゃいけない時とかにスタンバイしてるっていうね、ワームなんで、日本からねハワイに行ってバス釣りやるぞーなんていう時はぜひね一袋、持って行っていただければなと思うんですけども、自分はだいたいね3袋ぐらい、持って行っちゃいます。そんぐらいね、あー、もうなんだろう、亀山ダムのあの冬のレッグワームダウンショット黒みたいな感じですね。ほとんどないとね不安になっちゃうぐらい信頼を寄せているんで、だいたい1回の調光でね、3袋ぐらいは持っていくんですけども、まあ切られたりなくなったりっていうことはないんですけども、ボコボコに釣れちゃったりするとね、このパールホワイトカラー、これがねまあよく釣れるんで、本当なんだろう、レクワームの黒っていう感じで、ニーチヤマセンコだったらパールホワイトっていう感じなんですけども、こういったね白っぽい色何種類かあるんで、こういう感じじゃない白もあるんですよね、もうちょっと張りのあるプリンとした。でポイントはね、このねパールホワイト、なんていうのかな、これ何番になるのかな、白はね何種類かねあるんですけども、ちょっとね違った感じの質感も違った感じで、いくつかニーチヤマセンコには準備されてますが、ここねこの表記、ゴールドパール、カッコノンフレークってやつかな。この色がね、肝になります。これがね、絶妙にね、ちょっと柔らかいんですよね。ゲイリーワームって案外色によって素材の硬さが違ったりするので、このね、柔らかい感じの、これがね、あとまあ、なんだろう、白いこの感じが、よく釣れるっていうことで、このカラーね買ってね持っていくと、まあ何かしらね投げ続けてればね反応が得られるっていうルアーなんで、ぜひおすすめであります。でそれに合わせていろいろ針を買っていったんですけど、今回はこんな感じのね、直リグとかで使ってねって感じの針なのかな。ここに小さなスイベルがついていて、で溶接のリングがあって、で小粒なんだけど、こう非常に太軸なね、この針でね投げてみました。まあなんかガチャガチャついててあれじゃないと思うんですけども、まあノーシンカーで巻き続けるような釣りになるんで、このスイベルによってね糸揺れがちょっとでも軽減されたらいいなっていうのと、あとこの単体で投げるとやっぱり2インチで軽いワームなので、このねちょっとした部品の積み重ねによって少しでもこう
ね、投げやすい重さにならないかなっていう感じで、今回はねこんな組み合わせで釣れました。でまあルアーのところはこんな感じなんですけども、今日はそうですね、サイバーフィッシングっていうことで、サイバーフィッシング実際使ってきたよって、なんなのあれっていうね、そこね、そこをちょっとご紹介したくてですね、まあよくわからないで使ってきたんですけども、でやってみたらねすごい便利で、あ、これはちょっと今後の釣りに役立つなと思ったんで、ぜひ紹介したいなと思って、まずねこのアプリね入れて、はい、アプリ開きます。はい、まあ、これはね今スマートロッドセンサーって、あの小さいね、センサーにつながってない状態なんですけども、アプリ上で履歴を見ることができるので、これで私のフィッシング履歴、これを開いてみましょう。これをね開くと、はい、出てきた。これね Google マップと連動していて、そのキャストの数と、キャッチした数ね、これは自分であのピッて押してね、入力していくんですけども、あと何か気になるストラクチャーとかあったら、このマーカーって3つのねシンプルな、表示があって、見てください、こうね、どこでどういうキャストをしたか、何時頃にっていうのがね全部一目瞭然でね、ほらこうね全部ね記録で残ってくんですよね。うん、でキャッチしたところはマーキング入れるんで、まあね終日通して、あ、ここら辺、あ、ここだな、このポイント、このポイントなんかはね2匹釣れたりしたんで、よく見るとこの緑のマークがね、これがキャッチしたところなんですけども、こんな感じでね何時頃にねどうキャッチしたとか、あとねこれ写真ね全部ね記録でね残しておくんです。だからまあ釣れた瞬間にこのアプリでスマートフォンでピッピッってやってカシャコーンってね撮っておくと、そこのキャッチした時のデータとかが残っていて、何時頃釣れたよとかですね、まあこう記録が残っていくよっていう、こういうねアプリなんですけども、これね今回ね、たまたまあのハワイ旅行に行ってちょっと初めて使ってみようっていう感じでね、で肝心のあのロッドにつけるですねゴムを全部日本に忘れていって、あれこれスマートロッドセンサーつけらんないじゃん、サイバーフィッシングつけられないじゃんって思ったんですけども、あ、持っていったね、よくねビニール、テープとかですね養生テープとか、旅行の時は持っていくんですけども、それでね竿にぐるぐる巻きにしてね、使って、ちょっと見た目はスマートっていう感じではなかったんですが、実際にこうねどんどん記録が投げるごとにね残っていくから、あ、これ岬周りをチェックしたんだなとかね、あ、ここのストレッチやったんだなとかね、こんな感じで全部1日の釣りがこうやって記録に残っていきますね。 Google マップと連動して、はい、まあ、こんな感じでグググググググってハワイ諸島、オアフ島、ホノルルとかが出てきましたけども、ワヒアワって町にあのレイクウィルソンもあるので、はい、近寄ってきた近寄ってきたで、こんな感じでね、その日どうやって釣ったかっていうのが履歴で残っていく、まあ簡単に言うとそういうものなんですけども、これを日本の釣りに当てはめたらどうかな、何かなって考えると、一番役に立ちそうなのはもちろんブラックバスのね日々の兆候では、役に立つと思いますけども、データがねより重要視される、例えばシーバスの釣り、あのシーバスっていうのがね本当潮との絡みでね、あ、本当釣果にねいろいろ毎日の死を追いかけて、おかっぱりなんかでね回ってもね、そのデータの蓄積が一匹につながるっていうような釣りなんで、そんな釣りなんかではですね非常に役に立つんじゃないかな。あ、そっか、あの日はこんぐらいキャストして、でも実際に釣れたのは何時頃ので、何時頃って言ったらまたねスマートフォンでね今潮汐なんかすぐ調べられますからね、あ、下げ潮の下げ7分だったんだな、
じゃあ明日は、潮っていうのは 24.5 時間で推移していくから、明日の30分後の同じポイントを攻めてみようとかね、そういった風にね役立つんじゃないかなと。あとはまあ冬場のね、ほんとライトリグの釣りなんかでも結構自分なんかもう一箇所のポイントでタコ粘りなんかしたりすること多いですけども、何回キャストしてでどんぐらいの割合で釣れたのかななんていうのはね、非常にね、来年の釣りとかに役に立つなって。でこの履歴でね全部こうやって見れるから、ここのデータ管理が非常にしやすくなるなってね。今までね釣りが終わった後とかに、まあ、日記とかをつけて何時頃どういったルアーで釣れたなんてね、あの小森さんの小森ノートみたいな感じで、ノート上に残していって、で釣果のねヒントにするなんていうのはあると思うんですけど、そういったのがあの、まあ、ロッドにねつけなきゃいけないとか電池充電しなきゃいけないとかねあるんですけども、これありな人には非常にありなものなんじゃないかなって感じたんで、まあねもうちょっとね使いこなすといろいろとですね、ここら辺のこういろんなね機能とかね、だいたいこの1日を通して、何時にヒットしてとか、こう1日のキャスト数とヒットした割合なんかもこう一目瞭然な見やすいデータとして残っていったりとかあるのでね、ちょっとねいろいろ使いこなしてまたこんな感じでしたよってご紹介していければなと思うんですけども、これね1万円切るぐらいの値段でねなんか売られているので、あちょっと俺これ必要かもっていう人にはねありなものかもしれないですね。ほんとねディーパーのねあのバリティックビジョンのアンドレスね、変な面白いもの見つけてくるのね得意なんで、別にこれまだねバリティックビジョンで取り扱ってるとかそういうことでもないんで、なんか面白そうだからこれ田中さん使ってみてよってね1個くれたんですけど、使ってみたらこれ案外これハマっちゃうかもなと思ってね。まあ日々のそうですね、房総の亀山の釣りとか三島湖の釣りとかね、そういったところでのデータ管理に非常に役立つんじゃないかななんて思ってね、今ね本体はね小さすぎてねどっかね旅行バッグの、端っこの方にね入っちゃって今どこにあるんだろうって感じなんですけども、またね掘り出してね、今年の2020の釣りにねどんどん持っていって、で一番投げるロッドにねつけてみようかな。何もねこの日ね4本竿持っていったんで、その中のスピニングのね一番ね投げるかなって竿に取り付けていたんですけども、そのキャスト数は382だから、でもまんべんなく全部のロッド使ったから、トータルで言ったらまあ1000回ぐらいキャストしてで何本釣れたとかそういう感じになってくるとは思うんですけどね、これはねちょっと面白い、釣り便利アイテムだなっていうことで動画にまとめてみました。ということで、本日の釣り子 TV はですね、ハワイでのねバス釣りと、まあ、こんなルアーがよく釣れるよっていうところと、あとはサイバーフィッシングね、これを使って釣りをしてみてって、これをまとめてみました。はい、釣り子 TV でした。